ドニプロは、ウクライナのドニプロペトロウウシク州ドニプロペトロウウシク、地区にある都市。ドニプロ側の下しに位置する。面積は405平方メートル。人口は999,250人。人口密度は2,467.3人、平平方メートル。ドニプロは1776年に創建された。百七十八年に、 市政施行された。市内では、ドニプロ駅がある。首都、キエフまでの直線距離は 390km で、あるが、鉄道で 532km、車道で 447km となっている。ドネツクと並んで、ウクライナ有数の工業の中心地であり、兵器の生産やエネルギー産業などの重工業を主産業とする。ソ連時代を含めて、 多数の人材を送り出しており、ソ連の人材の首都と呼ばれた。ウクライナ独立後も、ウクライナの首相を4名も輩出している。日本では長らく、ロシア語名に基づいて、ドニエプロペトロフスク、ドニエプロペトロフスク、ドネプロペトロフスクなどと表記されていたが、ウクライナの独立後はウクライナ語名に沿った表記が、広く使われるようになってきた。ただ、日本国内における、 ウクライナ語の認知度が低いため表記には揺れがあり、ドニプロペトロフシク、ドニプロペトロウシク、ドニプロペトルフスクなど複数の表記が存在する。その影響もあり、現在でもドニエプロペトルフスクと表記されることは少なくない。2016年5月、ウクライナ危機による反ロ感情の高まりなどを背景に、ウクライナ最高議会は同志の名称を ドニプロシエと解消することを決定した。旧世主変容大聖堂。この地方で確認されている人間の居住は15万年前に遡る。いくつかの民族の交代があり、紀元後一世紀頃からスラブ人が住むようになった。旧世紀にキリスト教が伝わり、修道院が建てられたが1240年にタタール人に破壊された。 タタール人の勢力がこの地方に進展した頃には、ドニエプル川の東岸にタタール人、西岸にスラブ人が退治し、12世紀にコサックがこの地域を勢力下に奥までこの状態が続いた。16世紀にはポーランド王国、オスマン帝国、モスクワ大公国の勢力が拡築する場となった。最終的にロシア帝国領となり、 1775年現在の都市が建設された。当時の名は、ロシア皇帝エカチェリーナ2世の名をとって、エカチギノスラーフ、エカチェリーナの栄光の意と命名される。ロシア革命後に、現在の名に解消された。ドニエプル川と支流のサマラ川の合流点にある、ドニエプル川の両岸に、町が広がる。右岸のドニプロ高地に、市の中心部がある、ドニエプル川が、 西から南に向けて流れている。北東よりサマラ川が合流する。欠片の気候区分で出潤大陸性気候に区分される。ウクライナの主要産業の中心地である。中鉄、圧延金属、パイプ、機械、コンバイン、農業機械、トラクター、トロリーバス、冷蔵庫、化学薬品が生産されている。ドニプロ市電。 ドニプロ中央駅公共交通機関として、路面電車やトロリーバス、マルシュルート化がある。1995年にドニプロ地下鉄が開業した。現在、延伸工事が行われており、2023年末頃に終点のウォックスルナ駅から東に3駅分、延伸する予定である。また、2号線が計画されている。ドニプロペトローシク国際空港で、ウクライナ国内及び、 ヨーロッパ各国と接続している。航空会社ドニプロアビアの拠点空港である。ドニエプル川の水運を担う河口がある。ドニプロをホームとするサッカークラブがある。ドニプロの行政区画はムール。ナイズノニプロフスケイディストリクトシュベチェンキフスキー。ディストリクトソボーニディストリクトインダストリエルにディストリクトトセントロールにディストリクトチェチェリフスケイ。 ディストリクトノーボコダツカイディストリクトサメスケイディストリクトドニプロペトロウシクは10の姉妹都市を有しているここでは姉妹都市となった年代順に表示する2007年夏に21人もの犠牲者を出した事件は19歳の少年たち3人による犯行だったいずれも女性や子供 老人や住居を持たない人等の身体的社会的弱者を狙ったもので2007年7月23日についに少年たちは逮捕された2008年末になって快楽殺人を映した動画が有名な動画共有サイト等に流出したことによりこの事件の残虐性を再び世界中に知らしめることとなった三人のうち主犯格である一人は犯行一度は 自白したものの、再び供述を覆して、犯行を否認しているために、裁判は2年間の長期にわたった。一審は2009年2月11日に終結し、ドニプロペトローシクの地方裁判所は、主犯格の二人には、それぞれ21人と18人の殺人及び、15件の強盗に直接関与したとして、終身刑を言い渡し、 残る数とは殺人には直接関与しなかったものの、強盗罪が適用され、懲役9年の判決が悪だった。終身刑を宣告された二人は、その後、ウクライナ最高裁判所に量刑を不服として、上告したものの、ウクライナ最高裁は判決のドニプロペトローしく、地裁への差し戻しを行い、同地裁が一審の量刑を変更しなかったことから、 同年11月24日に量刑が確定し、同事件のすべての裁判は終結した。ドニプロペトローシクの判事は少年たちの事件の動機について、病的なまれの事故肯定心の発露であると評し、当時の世論調査では、ドニプロペトローシク市民の50.3%が量刑が公正である 48.、48.6%は量刑がより重いはずであっただろうと回答した。 ウクライナは2000年2月に死刑制度が廃止されている国であるが2011年4月の世論調査ではウクライナ国民の60%が本事件のような極めて凶悪な連続殺人に対しては死刑を適用すべきであると回答したという。反ロシアで地名変更イコール革命家の名削除ドニプロにウクライナ時事実信2016年8月2日閲覧 pogoda.ru.net 2016年8月7日閲覧エレアンスカヤマリーナデニエプリパトルフスックマニアックスヒアバーディクトブリキウア2011年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年12月31日閲覧アラニコーバオクサーナデニエプリパトルフスックマニアックスセンテンスト2ライフインプリズム ポッドラーボナスティは2012年12月31日閲覧。デニエプリパトルフスクマニアックスセンテンスイズリードアウトバイジャチーバンセンチェンコニューモーストインフォ2012年12月31日閲覧。デニエプリパトルフスクマニアックスウィルサーブライフセンテンセス SMIDP は httpsMIDP はザガラベッキー 2632ニープローパトロフスキーマニアキバドットサイドットパクナンナンバー HTML 2009年11月25日閲覧デニエプリパトロフスックマニアックスバーディクトリードアウト h t t p p o d r o b n o s t i u a p o d r o b n o s t i 2 0 9 0 2 1 0 5 8 9 7 h t m l センテンシングオブマニアックスフェア、セーハーフオブニープロパトロウスクシチズンズインポール のび most,http コロンスラッシュスラッシュ www.new-most.info スラッシュニューススラッシュソサエティスラッシュ 10632.htm 2009年2月14日閲覧。10th anniversary of war on this penalty in ポッドラーボナスティは http コロンスラッシュスラッシュ podrobnosti.wa スラッシュ podrobnosti スラッシュ2011スラッシュレ4スラッシュレ5スラッシュ 7762384.html2011 年4月13日閲覧ありがとうございます